22番スイズルミさん、駒場学園高校ショートプログラムトップからスイズの演技がこれから始まります。イギリスロンドン出身、駒場学園高校の2年生です。去年のこの大会2位から、もちろん目指すはその頂点。曲はストレンジパラダイス。最初に3回転からのコンビネーション、トリプルトーループ、タイミングが合いませんでしたね。これはショートプログラムと同じ3回転3回転を用意してたと思うんですけれども、次は3回転トリプルループ、これは綺麗に決まりました。トリプルサルコ、チェンジエッジの流れもいいですね。さらに大きく飛躍が期待されていますシーズンの戦い。トリプルループダブルトーループ、きれいに決まりましたね。ここから 1.1 倍の点数がかけられます。ダブルアクセル、ダブルアクセル、シークエンスでシングルアクセル。最後のジャンプが待ちます。トリプルトーループ、とステッピングアウトしてしまいましたね。12月7日に17歳になりますスイズ。そういった意味では16歳最後の演技は、まあ、最初と最後のジャンプでちょっとというシーンがありましたけれども、それ以外は八木沼さん、はい、落ち着いて見事にまとめたと。そうですね、まあ、こういう勝って当たり前という自分の中でプレッシャーがかかるところで、はい、実力をちゃんと出し切ることができると、まあ、ちょっとした失敗はあったんですけれども、でも最低限自分がやらなければいけないことっていうのをちゃんと見せてくれましたよね。素晴らしかったと思います。トリプルループ
軸もしっかりしていますね。綺麗に上がっていました。ランディングも綺麗です。スパイラルシークエンス全体的にまとまっていましたね。自信を持って滑っていたのがとても分かりました。それから最後の、はい、あのストレートラインステップもですね、スピードに乗ってエッジのインアウトをちゃんと使ってあの流れるように流れを止めないで動きをできたというのがすごく良かったと思います。ジュニアグランプリシリーズは今シーズン2戦して3位表彰台が2回。さあそして得点の方はテクニカルエレメンツ 49.86、 プログラムコンポーネンツ 43.20。 ショートプログラムからこのフリースケーティングトータルでトップを守ってスイズ笑顔で演技を終えています。